こんにちは。こんにちは、メルディアグループの平川です。菊谷です、本日のですねメルディア YouTube チャンネルですけれども、東京都内の高台に立つ邸宅からお届けしていきたいと思います。まあ、見てください、北欧風の建物の雰囲気。いいですね。今日はこのメルディアチャンネル、また武田バーベキューさんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかこの方ですじゃないですか。急に来ましたね。名前さっき言われて出ていくパターンでちょっと焦りましたよ。前回ね、引き続きこの北欧風の家があるっていうのを聞いてたんですよね。これしかないなという企画をちょっと僕持ってきたんですよ。お二方、そして僕含めて体験しようかなということで、いいですか。はい、ぜひよろしくお願いします。でこれ、YouTube なんで、はいはい、お二人まだやったことないあれ、やってみます。あれ、はい、あれですか。あれ、イニシエのあれやってみます。ちょっと一回足ほぐしてもいいですか。はい、口の筋だけ伸ばしてください。はい、せーのって言って、はい、深くジャンプしてください。はい、わかりました。せーの、なるほど。これですよ。これですか。これが YouTube。これが YouTube です。こんな格好していただいたのは、はいはい、こんな北欧風の家の庭でテントサウナをしようという企画です。T シャツからもうそうですね。そうですよ。これ事前に3時間前に入りまして、はいはい、テントサウナを組み立ててます。ちょっとまだね、春とはいえ寒いでしょ。じゃあちょっと早速ご紹介しますんで、はい、家の中から、はい、ちょっと行きましょうか。はい、はい、お願いします。さあ、ではではこちらでございます。はい、お願いします。ここはこんな感じで、すっきりとした北欧風な佇まいの中、はい、こちらご覧ください。すごいね。庭に置けると。庭に置けるこのタイプのテントサウナを組み上げておきましたんで、ちょっと早速行きましょう。はい、よろしくお願いします。はい、中温めときました。はい、ここはあの3メートル、4メートルなんですよね。ちょうど収まりました。はい、はい、一般的なテントサウナの大きさなんで、こういうスペースある方はあのこういうのが置ける。自宅に置けちゃうと。はい、入り口になってますんで、オープンして。はい、うわ、つらいですね。あったかい。わあったかい。めっちゃいいですよ。あったかい。うお最高っすね。めちゃめちゃあったかいですね。そうですね。あったかいのが見えてますね。あったけは、あったかいし、中広いっすね。ですね、広いですよ。4人ぐらいならちょうど入れる感じで、まあ、長椅子置いたりとか、まあ、こういった今日はボックス置いたり、木の椅子置いたりして、はい、そしてこちら、ご覧ください。薪ストーブを、ベラベラと燃やしてまして、これ一応あのキャンプ用なんですけど、はい、この上にこのバットを置いて、はい、サウナストーンも用意しました。ロウリュしようかいなということで、はい、ちょっと今、開けて温度が下がったんで、はい、空間の温度が上がるのを待ちましょうか。わ、はい、かりました。今入ってね、3分ぐらい経ちますけど、はい、結構熱きましたね。きますね。かれこれもう今ここだいぶ暑いです。だいぶ暑いです。一番近いですからね。はい、紅葉樹をメラメラと燃やしてるんですけども、そろそろ多分この上が、はい、あったかくなってきたと思うんですよ。テントサウナをやるにあたって大事なことがありまして、この一酸化炭素中毒チェッカーを、ね、危ないですもんね。はい、用意してますんで、はい、何かあってもこう大丈夫と。今日あのロウリュするということで、アロマオイルも持ってきました。もうね、あのスウェーデン、はい、フィンランドか、はい、フィンランドですか。フィンランドです。フィンランドの、はい、フィンランドのオイルを持ってきましたね。はい、こちらいいやつですね。すごいですね。いい香りがいいですね。はい、気になってたでしょ、この T シャツ。スパアルプス北陸サウナの聖地とありまして、はい、僕実は富山県にめちゃくちゃ好きな、はい、あのサウナがあるんですよ。はいはい、そこに、なんと吉本の芸人の後輩が、熱波師として勤めてたんですよ。今日富山から呼び寄せました。え、そのためだけですか。ちょっと熱波してもらおうかなと思いまして。本当ですか。ぜひ、はい、そいつを呼び込みますよ。はい、のびくん、お願いします。どうもー、どうもー、こんにちは。どうもどうも、富山県住みます芸人、富山からわざわざ、はい、のび山本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんちゃんちゃん寿司拍手ぐちゃぐちゃ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、のびさん、はい、いいですか。行きましょうか。よろしくお願いします。お願いします。じゃあロウリュさせていただきます。はい、じゃあこちらの熱されたサウナストーンに、はい、じゃあアロマ水かけていきたいと思います。失礼します。いますね。お、音と香り楽しんでください。はい、お、はい、いいですね。熱されたサウナストーンにアロマ水かけまして、はい、立ち上った蒸気のことを、はい、サウナの本場フィンランドではロウリュと、はい、行為がロウリュではなくて立ち上った蒸気のことがロウリュ。そうだったんですね。はい、ちょっとね、攪拌してまいりたいと思いますね。うお、ちょっと熱い。うわ、お、お、あ、来ますね。すごい、来てる来てる。来ますね。
風流っていうのがですね、あの神聖な行為と言われてますね、はい、あのサウナの守り神、はい、トントゥーというのもありまして、あのバーベキューさんかぶっていらっしゃるこの三角帽子みたいなかぶった小人みたいなのがサウナの守り神としてフィンランドで言い伝えられておりまして、はい、でそのローリューはですね、一杯目はまずトントゥーたちのためにかけるという神聖なものと、はいね、はい、2杯目3杯目以降は自分とか家族のためにかける、はい、じゃあ、じゃあお一人様3回ずつ、はい、おごらせていただきます。失礼します。ありがとうございます。じゃあまず優しいください。はい、あー、さ、優しいっすね。あー、気持ちいい。さ、ありがとうございます。優しいね。あー、くる。さ、これをやってるのがお家のお庭っていうのがいいですよね。確かに、じゃあ、行きますね。はい、あ、バーベキューさん、はい、手に膝も男気あっていいと思うんですけど、熱波を受けるときはちゃんと体を開いて、あ、これが正しい姿勢なの、はい、なぜかと言いますと、この手首とこの脇のところに太い血管が走ってまして、そこに熱い風が当たることによってさらに代謝が上がって汗が出る。なるほど、はい、この受け側にも流儀があったんですね。おお、はい、おはい、ありがとうございます。はい、お願いします。おお、お願いします。ありがとうございます。いや、違いますわ、出てきましたもん、汗が。皆さん、やばい、咳変わっても汗です、すごいですね。さあ、じゃあ水風呂行きましょう、次は。はい、よいしょ。じゃあ、こっちです。熱いっす。ほんと行っちゃってください。これ勢いで行くしかない、勢いで行くしかないです。寒い、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 寒い。あ、いいっすね、もう肩まで行きましょう。もういいっすか。もういいんじゃないか。日中さんはあの日本一可愛い靴型の水風呂がいいですね。もうちょっと行きましょう。もういいんじゃない。もうちょっと、もうちょっと行きます。ぶっちゃすぎました。何この絵。ああこれ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 。ああ、足をここに入れてるんで水風呂にはちょうどいい。テントサウナと結構芯まで温まってたんで、水風呂から出たら結構暑さが追っかけてきますよね。右のレバーを操作していただいたら、おおおお、すごい、はい、すごいすごいす。これができるのがコールマンインフィニティチェア。整えに対するこのメカニズムをちょっと、ね、軽く説明させていただきます。まずこの熱いサウナに入ることによって体の中の交感神経っていう運動を司る神経がこう興奮状態になってくるんですね。もう限界だってなって水風呂に入る。入った、からまた寒い、これはもうやばい、体が危機的状況になる。アドレナリンが出るんですね。体を拭いてこう整いに座ることによって自律神経がこの興奮を収めようとして次は副交感神経を過敏にさせるわけです、うん、アドレナリンが出てるのに体がリラックスモードになってる。グラフで言ったらアドレナリンが出てるのに体はリラックス、この興奮とリラックスが混在している状況がこれ整っているって状況。なるほど。アドレナリンが出てるのは約2分間ぐらい、水の風呂入って出たらもうすぐ体拭いて座った方がいいです。なるほどね。びしょびしょやったらもう地獄が続いちゃう。そう、あの気化熱で熱が全部持ってかれちゃうんで、はい、体の拭くことをお忘れなくて、はい、これ何分ぐらい整わせるのがいいですか。これは各々なんですよ。なるほど、はい、整いにとらわれすぎて、うん、サウナを見失っちゃいけない。おお、確かに整わせよう整わせようと思ったら体が整わないです。なるほど。整うっていうのは授かり物なんだよ。天からうんちくは講釈垂れましたけど、こんなんただの知識、自分に合った入り方で入った方が気持ちいい。ちょっとですね、中入りますもう一回、はい、入りましょう。で、体もいい感じに、はい、うん、これ叩く、はい、え、これ白樺である意味は、うん、なんか、こういうさ、ほうきあるやん、はい、ほうきだと香りがない。香りなんや、やっぱり香り重要です。石にかけるとなんかそう、なんか変な感じしますけど、もう来てると思う。あ、すごい、来てます、すごいですね、来ました、来ました。すごいですね、これ甘い感じの、甘い感じのちょっと紅茶のような、そうですね、はい、いやすごいですね、これ、うん、すごいすごいすごい、なんか感じたことのない感じですね、はい、うん、これ効能と言いますと、はい、もう殺菌作用があって、はい、お肌にいいんですね、これね。へ、
お、あ、ちょっと来てますね。お、ん、あ、全然違う。でしょう、え、濃いヒノキやな、はい、材木とかに利用されるんですよ、ヒノキ、はい、枝とか葉っぱって落とされるんですよ、そこからできたものなんですよ、やっぱりこの効能はですね、深いリラックス効果、うん、はい、以上しか知らないです僕大丈夫、十分です、はい、ここ何がいいってやっぱ庭でやってるプラス高台にあるんですよ、この景色見ながらサウナできるってなかなかないです、ね、です最高ですね、いいですね、拡散されてますね、回してきますね、平川さんはびっしょびしょやのに、はい、菊谷さんはまた全然会社が悪いかもしれないですね、僕の仰ぎが足りないからちょっと顔に当たってなかったギリギリのところを行くんや、寸止めです、寸止めで、おお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 お、いいっすね、本当に気持ちいいっすね、気持ちいい、寒い、うん、痛い痛いいや、でもこの入った瞬間がやっぱいいですね、体を拭いてください、はい、さあどうですか、整ってきましたか、整ってます、だいぶ整ってます、いただきます、最高ですね、はい、この整った体に最後のご褒美、はい、用意しまして、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、サウナドリンクが巷ではこうね、はい、今やってるということで、はい、オロポ聞いたことあります、聞いたことあります、オロポ聞きましたね、はい、オロポ、はい、そして今もう一個グッと来てるのが、はい、ブルポっていうのもあるんですよ、ブルポ、はい、オロポっていうのはオロナミン C とポカリ、はい、レッドブルとポカリ染み渡るっすよね、1対1ぐらいにしときますか、いいですね、じゃあブレンド自分でやって、はい、ね、いただいて、あ、いいっす、あ、いいっすね、元気出そうな色、 いいですね、うん、いやこっちも、あ、色じゃないですかいいですね、まだサウナ業界で誰もやってないかもしれない、はい、このブルシーこれに対してはもうただただ元気出るやつでサウナお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、乾杯、乾杯、乾杯、よいしょ、はい、ピース、これですよ、おお、いいですね、あ、ブルポ染みますね、これは染みます、ブルシー、マジでこっからこの街2周ぐらい走れますいや、どうですか、いや、こんなことができるなんてね、思わなかったですね、家でね、できるっていうのは本当にいいですね、いいですね、もう普通のサウナじゃできないような楽しみ方がこの自宅の庭でやることによっていろいろ幅が広がると、はい、そうですね、そうですね、はい、じゃあ今回の動画、面白いと思った方は、チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします、じゃあまたよろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます。